はい。りょうさんでございます。いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。えー、今回ですね、前回のイスズ自動車さんのエルガ AMT 車、えー、エンジン音と全、えー、面展望をね、ご覧いただきまして、えー、今回は、えー、イスズ、エルガの変速機ですね。えー、こっち、あ、あらあ、これは写真が違う。これ、えー いやいや、これ、昭和時代のオートマチックだよこ。こっち、こっち、こっちです。えー、この写真のね、えー、エルガの AMT 車。でえー、こちらの方をえ今回ご覧いただこうと思います。まあ、AMT 車といってもですね、えー、内部構造をえ私が語られるわけでもなくですね、ドライブに入れたままで、まあ、エコモードとえーそのまま普通に走れる え、モードがあるんですけども、まあエコーモードのボタンを押した場合ですね、まあどういう緩やかな加速をしているのかとかですね、あの変化をですね、皆様にご視聴いただこうと思います。まあ AMT の内部構造のことについては、まあ少しずつは勉強しますけども、あのね、 AMT のことについてですね、あの、詳しく語っている方もいらっしゃるのではないかなと思います。まあ、そちらの方をね、検索してみていただければ、えー、いいかと思います。さあ、今回の動画のご視聴もよろしくお願いいたします。それでは、いつものフレーズ、行ってみましょう。発射、オーライ